皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日もソードアートオンラインホローリアリゼーションやっていこうと思います。一旦街へ戻ってきて、ちょっとね整理してからまた旅立とうと。おっと、アスナーさんが目の前にいる。イベントリスト、新しいゲームの感想をアスナーと二人で会った時に聞こう。いけそう。ああ取り過ぎた。時間ある？あるけど、どうしたんだ？実はちょっと興味のあるクエストがあるんだけど、一緒にやらない？クエスト？もちろん OK だ。せっかくだし、みんなも誘ってやろうか。それはダメなの？あ、ダメって？このクエストは二人パーティー限定で。なら仕方ないか。それでどんなクエストなんだ？基本的には素材を集めて特別なアイテムを作ってもらうクエスト。お互いの名前が刻まれたアクセサリーが手に入るんだって。へー、名前入りのアクセサリーか。割と性能がいいのか？性能は全然弱いよ。じゃあなんでそれが欲しいんだ？もう大事なのは性能じゃなくて名前が刻まれるってところ。名前が刻まれるところ？でもそれって装備品というより恋人同士のアイテムっぽい。そっか、だから二人パーティー限定なんだな。うん、分かった。アスナ、一緒にクエストをやろうぜ。その俺たち恋人同士だからさ、この新しいゲームでも二人で思い出を作っていこう。うん、それじゃあ早速素材集めに行こっか。ああ、素材集めにしては結構大変だな。まさかこんなにモンスターが多く出現する場所だとは思わなかったよ。連戦に次ぐ連戦だったもんな。でもおかげで必要な分の素材は集め終わったみたい。それにしてもいつもより動きが良くなかった？そうか。何か理由があるの？うん、言いづらいこと？改めて言うのは恥ずかしいんだけど。なんだろう、気になる。本当に今更のことだから期待するなよ。うん、何かな。やっぱりアスナとの戦闘はそのやりやすいんだ。スイッチのタイミングとかさ、アイコンタクトすら必要ないくらいだよ。え、そんなこと？ほら、やっぱり改めて言うことじゃないだろ。ただこのアイングラウンドでもやっぱりそうなんだなって感じたんだよ。そっか、そう言ってくれて嬉しいな。確かに私も君と一緒だと連携取りやすいし、緩急のテンポとか同時攻撃のタイミングとかね。長いこと一緒に戦ってきたもんな。そうだよね。あ、もちろんお揃いのアイテムを早く手に入れたいっていう気持ちもあったからなんだけどな。もうそれは言わなくても分かってるからいいの。あ、そっか、それは失礼しました。さあ、それじゃあ素材を持ち帰ってアイテムを作ってもらおうぜ。あ、うん、手つないで帰ろっか。ああ、そうしよう。お待たせ、アクセサリーが完成したよ。これってレザーマスコットってやつだよな。期待していた以上によくできているじゃないか。はい、こっちは君の分、それでこっちが私の分。ちゃんと名前が刻まれているな。うん、かわいいね。アスナが嬉しそうでよかったよ。早速このアイングラウンドでも二人の思い出が作れたんだもの。大切にしてね。
性能はそんなに良くないけど。もちろん大事にするよ。うん、こうして私たちが一緒に過ごしているのってすごく不思議だよね。思い返せばいろいろあったよな。なんせ出会ったのがデスゲームの渦中だったし。必ずしも常に一緒だったわけじゃないけど、大切な時間は二人で迎えた気がする。アスナが攻略の鬼と呼ばれていた期間は除いてね。もうやめてよ、その呼び名恥ずかしいんだから。それにそっちこそ孤独なソロプレイヤーだったじゃない。まあその方が効率がいいこともあったわけで。でもアスナは実力があったからこそそう呼ばれてたわけだろ。大勢の人たちに慕われていたんだし、誇りに思うべきだよ。あの時は何よりも攻略を進めるべきだって思っていたから、今みたいに広い視野で物事を見られてはいなかったと思う。その割にはホラー系のエリアをサボっていたよな。それはそれ。その後からしばらくして私は少しずつ変わっていったよ。君と出会っていろいろなことを学んだから。大したことは教えたつもりないけど、昼寝の楽しさくらいじゃないか。以前の私はそういう当たり前のことが目に入っていなかったから。だから君が教えてくれた何気ないことの数々がとても大きなものだと学んだの。どれも私にとって大切な思い出。まあ君と出会った後に大変なこともいっぱいあったけどね。それは否定しない。俺も望んでそうなったわけじゃないけどな。けどやっぱりそばにはいつも君がいてくれた。君が一緒にいてくれることこそが私にとっての力なんだよ。俺だってアスナがいつでも隣にいてくれたから今というものがあるんだ。現実、 SAO、 ALO、 そしてここオリジンでも。ねえ、手つなごっか。あ暖かい。君を肌で感じているみたい。あ、どうしたの？いや、なんか今のアスナの言い方がちょっとエロかったなって。そんな意味じゃない。もう冗談です、副団長殿。もうたとえどこであろうとも私たちならずっと一緒に歩いていけるよね。なあ、当然だよ。冒険も楽しいことも一緒にいっぱい挑戦していこうね。あ、おお、思い起こせばアスナさんと初めて出会った時ってアスナさんめちゃくちゃそっけなかったというか怖い感じだったよね、フードをかぶってね。ちょっと今思い出した。はい。でですね、最近全然いじってなかったスキルなんですけど、ちょっとね、これ刀マスタリー、ソードスキル攻撃力プラス 10%、 ソードスキルコネクト上限プラス2、攻撃出血付与、与えるガード対象 D カット率マイナス 20% っていろいろあるんだけど、ちょっとこれ習得しようか。プラスこれリジェネレーション、自分の HP を急速に回復する、これもゲットしたいかなと。とりあえずは、パレットセットはいいとして、次レコードブレイカー、バフスキルフュージョンレベル5で解放、攻撃限界を突破し周囲に力の覚醒を促す。これなんだろう、これもいけんの？あ、今度はじゃあセットしよっか。で、あ、そういうことね。どうしよっか。
攻撃系と回復系は一緒にできないので、これはポーションの枠で、今誰か手振ってたな、下の方でアルゴさんかな。このレコードブレイカーって使う時期はいつなんだろう。なんかこの並び方、十字キーでカチャ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 やってると時間かかるんだよな。並べすぎなのかな。外す。大概2つぐらいしか俺使ってないよね。これ外して、ちょっと大胆だけどこれでやってみましょうか。でぼちぼち皆さんも俺の刀とかの戦い方見飽きたよって方多いと思うんで、もうちょっとしたら武器変えようかなって思ってます。ただスキルはね中途半端なままなっちゃうので、これやっちゃうとある程度までね、こういう端の方まで行ってからにしようかなと思ってたので、ちょうどいいっちゃちょうどいいのかな。この次が両手剣か。できればアニメ通りと言っちゃあれなんですけど、こうやってつなげていくよりは、まあつなげるんだったらこっちの方ね、ヒーリングサークルとかこっちをゲットしたいんですけどね、こうつながるんであればね。ただ今もうスキルポイント5しかないので、もうできないので、これゲットしてこれゲットして上の方へ登ってってできんのかな。でもこれ片手このスキルだよね、さあのヒールは。だから繋がってるとはいえども、僕は多分覚えられないんじゃないの、ちょっとよくわかんないですけどね。一応繋がってるんで覚えられるんじゃないかなと思いつつね。はい、ちょっとイベント長くかかっちゃったね。じゃあちょっと飛びますか。シノンさん、そういえばなんかクエスト持ってたな。あー手振られちゃった。こんにちは。おいシノン。あら何か用？いや、たまたま見かけたからさ。シノンはどこかに行くところか？ちょっとレベリングにでも行こうかなって思っていたところ。一緒に行く？二人の方が効率も良さそうだし。そうだな。よし、俺も付き合うよ。はい。こっちはこんなもんかな。シノンの様子は。上手い体運びだな。トッププレイヤーって言われても全くおかしくないぞ。見られているとすっごく気になるんだけど。あごめん。何か変なところとかあった？いや、それにしても随分と集中しているじゃないか。ストイックだな、シノンは。私以上にストイックな人間がそばにいるんだもの。もしかしたらその人のゲームバカが映っちゃったのかも。それ俺のことだろ。でも別に責めているわけじゃないの。むしろ感謝しているくらいなんだから。ねえ、初めて SAO で会った時のことを覚えてる？忘れるわけないよ。なんせ突然シノンが空から落ちてきたんだから。あの時の私は記憶が曖昧になっていて、しばらく状況が理解できなかったのよね。けどそんな私に親切にしてくれたでしょ。俺だけじゃない、みんなだってシノン心配して力になってくれていた。もちろんみんなにも感謝しているわ。でもあなたは私にあの世界での生き方を教えてくれた。生き方？剣の扱い方から様々なシステムのことまでいろいろと。そのおかげで私は SAO でも生き残ることができたんだと思う。
思うじゃなくて絶対にそう。だから感謝してるってこと。ゲームのことを何も知らない私に教えるのは相当大変だったでしょ。そうでもないさ。シノンはそんな未知の世界でも頑張って吸収しようとしていただろ。嫌だったのよ、何もできずにただそこにいることが。だとしても教えられる側の努力があったからこそ俺も最後まで諦めなかったんだと思うんだ。そう言ってもらえるとちょっと嬉しいかも。でもそれからは考えつかないくらいシノンは強くなったよな。強い？私が？さっきの戦いもそうだけど、そう真似のできない動きをしてたぜ。ねえ、じゃあ勝負してみましょうか。勝負？と言ってもデュエルをしようとかそういうことじゃないわよ。確かこの辺りに討伐クエストがあるはずだから、どっちが先にクエストを終わらせることができるかの勝負。負けた方が相手の言うことを何でも聞く。どう？ふーん、面白そうじゃないか。いいぜ。決まりね。それじゃクエストを受けに行きましょう。あんた手加減ないのね。手加減なんて逆に失礼だろ。まあこれからも精進したまえ、シノン君。ムカつく。冗談はさておき、シノンは本当にすごいって。お世辞なんていらないわよ。本心だよ。シノンの動きを見ていて思ったんだ。単純な武器の扱いだけじゃなく、立ち回りや敵との間合いだったり、いろいろな面でシノンの実力は並じゃないってわかるよ。言い方を変えると立派なゲーム配信？ちょっとそれは褒め言葉としてどうなの？でもそれくらいゲームにかける努力が伝わってくるってことさ。まあいいわ。とにかく強くなっているのならそれでいいの。けどやっぱあんたの強さは異常ね。ゲーム廃人の私でも真っ青だわ。褒めてないよな。どうかしらね。俺の場合シノンに比べればゲーム歴もダイブ歴も長いしな。それだけじゃないと私は思う。というと？ダイブ歴とかセンスだけの問題じゃない。死と隣り合わせの世界に生きた人の本当の強さっていうのかしら。本当の強さか。私が SAO で助けられた時、守るって言ってくれたわよね。ああ。もちろんその言葉は嬉しいし、どこかであんたに期待している自分もいるわ。だけどこのままなのはダメだと思うの。十分強いってそう言われてもか。私に必要なのはこの程度の強さじゃないの。早く本当の強さを手に入れないと。でももしシノンが限界を感じたら迷わず俺のところに来てほしい。シノンが辛い思いをしているなら俺が絶対に助ける。たとえそれをシノン自身が拒んだとしても。拒んでも？守るって約束したからな。ありがとう。今は気持ちだけ受け取っておくわ。それで十分私は戦えるもの。さてそれじゃあ町に戻る前に、約束通り勝負に負けたから何でも言うことを聞いてあげる。ああそっか、何でもか。何でも、じゃあ前に買い物の途中でシリカが着ると似合いそうって言ってたゴスロリお姫様ドレスをシノンが着るっていうのは。え？あの服？ダメよ絶対。あれはシリカだから似合うんだから。何でも言うことを聞くんじゃなかったのか。だってあんなフリフリの服を私が本当に？冗談だよ。
冗談ってあんたね。じゃあ俺が勝った記念にカフェで一杯おごらせてくれ。シノンが俺におとなしくおごられるっていうのでどうだ。あんたはいつもそうやってずるい。ん？わかったわ、おごられてあげる。さあ行きましょう。あ、おお面白い。ちょっとごめんなさいね、途中でちょっと音声が多分消えたと思うんですけど、ちょっとですね、あの咳をしてしまいました。首につけてる装具といったら皆さんにわかるかな、ヘルニアの手術をしてちょっと首にね器具をつけてるんですけど、それのねせいでちょっとねたまに水分を取ったりとかするときにむせちゃうんですね。なのでちょっとごめんなさい、ゲホって入っちゃったのでその部分の音は消去してると思います。申し訳ないです。マップ開いて現地に行こうかと思ったんですけど、もうそんな時間じゃなくなっちゃいましたねこれ。あー参ったな。イベント、ちょっと高台のカフェ今度こそ、あ、アルゴさんが手振ってる。ハロー。ハローなあ、ちょっとした会話が成り立ってるならいいけど成り立ってないからな。高台のカフェ、商店通りじゃない。そっちか、これこっちじゃないよな。湖畔公園、そろそろ片手あの刀系も僕も自分でやってて飽きてきたので、まあ片手直剣とか使っ、誰だ？ん？なんだこれ？あ、びっくりしたー。人がいないのにクエストが持ち上がってると思ったら違ったね。どうもー。ちょっとしたクエストを受けていこう。そこら中クエストだらけだね。どうもー。しずくさんまた会ったね。で、どうもー。どうもー、みんなどうもーって言うな。商店通りじゃない。やっぱりまあホロリアリゼーションは会話イベントになると会話は静止画状態なんですけど、にしてもやっぱり絵が綺麗ですよね。あのフェイタルバレットだと、まあ、静止画の部分もあるんだけど静止画ではない部分、動いてる部分もあるんだけど、絵で言うとこっちの方が綺麗ですねやっぱりね。どうも。あ、間違えた。なあ、どうも。こっちで受けて、こんなもんかな。一応カフェ、高台のカフェっつったら絶対展望台のはずなんですけどね。アスナさんいる。やっほー。座ったまま話しかけられてんだけど。ねえねえ、もうそろそろ手つなげないかな。一人で行かないとダメ。一人か、じゃあしょうがない。あ、ゆいちゃんだ。ゆいちゃんと会うと話しかけたくなるんですよね。どうも。あの、仲間たちの衣装も変えられたら嬉しいのにね、せっかくだから。今度こそイベント起きてくんないかな。前回は何もならなかったので今回はあそこだよね多分ね、高台のカフェ。
俺が間違えてんのかな。来い。やっぱなんもなんないわ。あ、ゆうきくんとリズがいる。あれおかしいな。一人で高台のカフェに行って次の予定を考えよう。あ、こっちか。僕が間違えてたんですね。ここですね。ごめんなさい。あ、何してるの？よう、アスナ。俺は露店を見て回って掘り出し物でも探そうかなって。奇遇だね。私もそうしようとしてたところなんだ。ねえ、せっかくだし一緒に見て回ろうか。あ、もちろんいいよ。一緒に行こう。ねえねえ、向こうのお店も見てみようよ。そんなに急がなくても店は逃げないぞ。けど掘り出し物は売り切れちゃうかもしれないでしょ。それもそうだな。あ、ねえ、ちょっとあれ見て。ん、なんだ。旅のお方、どうぞお立ち寄りください。この私の店にあるものは珍しいものばかり。あの商人、クエスト NPC だ。頭にクエストマークが浮いてる。どんなクエストなのかな。俺もこのクエストは知らないな。話を聞いてみようか。うん。すみません、商品を見せてください。いらっしゃいませ。どうぞ見てってください。私はあらゆる土地を旅し、他に2つとない一品ばかりを集めてまいりました。ある時は砂漠の果ての王国、またある時は風の吹きさぶ遺跡、暗く湿った森、巨大な魔獣と戦い、その腹の中より取り出した金の剣、死したる王の墓より拝借した指輪、人ならぬものから譲り受けた品、どれもが珍しく自信を持ってお売りするものばかりです。なんかすごく怪しいね。だな。でも怪しげだからこそクエストは面白いかもしれないな。受けてみたいって顔に書いてあるよ。え、いや、まあその通りです。しょうがないな。それじゃ一緒に受けてみよっか。いいのか。さすがアスナ、話がわかるな。けれどどうやったらクエストが起動できるんだろう。いろいろ試してみようぜ。あの、おすすめの品があればそれをいただきたいんですが。どうぞお好きにお選びくださいませ。品物との出会いは縁とも言いますからな。ダメか、商品が並べられただけだ。なんだろう、このネックレス変わった形。そちらは地を這うワームの歯を削り作った首飾りでございます。東に住む職人の作品でしてな、ワームの歯で自らを守ってほしいという願いが込められております。値段の割に大した効果はないな。ステータスの補正があるわけでもないし。けど珍しいものには違いないみたいだね。今まで見たことのないアイテムだから。こっちの赤い宝石も見たことないね。とっても綺麗。さすがはお嬢さん、お目が高い。あ、クエストマークが変わった。うまいこと言ったな。この宝石のことを尋ねるのがクエスト起動の条件だったのか。その宝石の名は黒銀の宝珠。美しいが大変豪の深い一品となっております。豪の深い。こちらを手に取る方は注意しなくてはいけません。自らが欲にとらわれませんようにな。ねえ、クエストを進めるためにはこれを買えばいいのかな。クエストログでは宝石の入手ってなっているから、やっぱ買うんだろうな。値段は。げ、か、
かなりお高い。どうする？やめておく？いや、それはそれで気になるし、ここはチャレンジしようぜ。すみません、これをください。どうもありがとうございます。あなたに業ではなく幸いが降りかからんこと。黒弦の宝珠か。クエストログに変化はあった？ああ、変わってる。黒弦の宝珠を元ある場所へって書いてあるな。元ある場所？どこのことだろう。黒弦、どこかで見覚えが。あ、ちょっと待てよ。あった、この記事だ。何それ？この前の MMO Today の記事だよ。ほら、ここに黒弦の森って書いてあるだろ。レベリングにいい場所だって紹介されてるんだ。黒弦っていう名前が同じってことは何か関係がありそうだよね。なあ、試しにここへ行ってみよう。うん。それにしてもどんなクエストなのかな。まだ全然想像がつかないね。せめて掘り出し物探し以上に楽しいことを祈ろうぜ。こうして自然の中を歩くのっていいよね。ああ、クエスト兼ハイキングだな。でもね、気のせいかもしれないんだけど、さっきから同じところをぐるぐる回ってないかな、私たち。うん、俺もそう思ってた。 SAO にもあった迷いの森ってやつかもしれない。エリアとエリアの連結がランダムになって東西南北が入れ替わるっていう。けど黒弦の森が迷いの森だとは情報になかったんだけどな。私たちクエストを進める以前に町に帰れるかな。まあ平気だよ。運が悪くても3日くらい歩き続ければ出られると思うぜ。頼りにしていいのかいけないのか微妙なセリフ。はっ！ん？なんだ？誰かが戦っているみたい。行ってみよう。あ、見て、人とモンスターが戦ってる。助け立ちしよう、行くぞ。けー、大丈夫か？何者だ？人族、人族がここに何用だ？用がないのなら立ち去れ。キズメル？嘘、キズメル。お？クエストマークが頭についている。ここでもキズメルはクエスト NPC なのか。確かにこのゲームは SAO のデータを元にしているからありえないわけじゃなかったけど、ここではキズメルはどういう存在になっているんだろうか。ひとまずこのモンスターたちを片付けよう。君に協力するよ。了解した。よし、行くぞ。これで全てのモンスターは片付いたか。人族よ、さっきは剣を向けてすまなかった。キズメル、礼をしたいところだが、私にはなさなければならぬことがあるゆえ、今は先を急ぐ。こっちの返答を待っているのかな。なるほど。困っていることがあるなら協力したい。森が狂ってしまったのだ。話が進んだみたいだ。森が狂う？ああ、なぜかはわからない。ただ徐々に狂っていった。私たちはもともと倒木収集作業の護衛でここへ来たのだ。長期の滞在にはなっているが、
仕事は順調に進んではいた。だがある日のことだ。私が外へ偵察に行った後、八重地に戻ってくると、部下が数人消えていることに気づいた。心配になり探しに出ると、森の西の区画で皆が微動だにせぬ石と化してしまっていたのだ。石に？ああ、元に戻そうとあらゆるまじないを試したのだが全く効かなかった。何か方法がないかと森の中を見て回っていたのだが、我らダークエルフ族といえどもこの森の中では迷うようになってしまったのだ。クエストが発生したことが原因で森が迷いの森化したのか。野営地へと戻るまじないのみは使うことができるのが唯一の救いだ。部下たちが石になってしまった原因はわからないのか。今の質問に対してキズメルは答えを持っていないみたいだな。クエストログも変化しないし、一体どうすれば。何としても治癒の術を見つけなくてはならないのだが。他にクエストを進めるヒントは。ねえ、あのアイテムは？ああ、そうか。なあキズメル、ちょっとこれを見てくれないか。ん？それは見覚えがある。本当か？おそらくあの場所のものだ。だがここが迷いの森となった今、それがどこであったかもわからない。あの場所っていうか次の目的地なのかな。みたいだな。大丈夫だキズメル、一緒に探せば必ずたどり着くさ。また反応できない言葉をかけちゃったか。もっと分かりやすい言葉で言わないと。一緒にその場所を探しに行こう。今にして思えば、私がその宝珠を見かけた後から森の様子がおかしくなった。その宝珠と森の異変は関係があるのかもしれないな。分かった、お前たちと共にその宝珠を見た場所を探そう。改めて私の名はキズメルだ。よろしく頼む。私はアスナ。ふむ、では共に参ろう。ここがキズメルの言っていた場所か。ああ、この森に来た時に見つけた祭壇だ。その宝珠が据えられていたのだが、今は見ての通り何もない。ってことは町で手に入れた宝石はやっぱりここから持ち去られたものなのか。ねえ、とりあえず黒弦の宝珠をはめてみない。ああ、ちょっと待ってくれ。何も起こらないな。ぴったりはまるからここに宝珠を置くのは間違いないと思うんだけど。何の音？魔物の気配がする。来るぞ。悪しき念が宿った老木か。まずは戦闘ってことか。よし、みんなでこいつを倒すぞ。やあ！意外と普通に倒せそうだな。何かイベントが発生するのかと思ったが、キズメルにも特に何かが起きる様子はないし、この戦闘はクエストとは何も関係ないのか。今までにない動き、ひょっとして特殊攻撃？危ない！え？間に合え！キズメルが俺の身代わりに。くそ、このやったか。それよりキズメル大丈夫か。体が石に。キズメル、お前たちも気をつけ。
どうしよう、キズメルが石になっちゃった。石化の話を聞いていたんだから警戒すべきだったのに。くそ、何の光だ。ありがとう、私をこの地へ返してくれて。クエストが進んだみたいだね。この黒源の森は遥か昔、魔獣と妖魔とが絶えずひしめき合う混沌の地でした。そこへ若き聖人が訪れ、混沌の元凶である悪しき樹木の妖魔を追い詰めたのです。そして私たち三人の精霊が結界を張り、悪しき樹木の妖魔の力を封じました。しかし今、精霊の魂である宝珠が持ち去られ、結界の力が失われた状態にあります。宝珠を持ち去ったのって、もしかしてあの商人かな。その可能性はあるな。私はあなたたちのおかげでここへ戻ってくることができましたが、他の二人の精霊の魂は今も持ち去られてしまったままです。けど商人のところにはこの宝珠が一つしかなかったな。精霊の魂である宝珠は命あるものを引きつける力があるのです。それは妖魔たちに対しても同じことが言えます。つまりはモンスターに持ち去られたってことかしら。確かにそう受け取れるな。どうかあと2つの黒源の宝珠を探し出し、それぞれあるべき場所へ魂を戻してください。そして悪しき樹木の妖魔を封印してください。これは今の私があなたたちに差し上げられる唯一の力です。どうぞお受け取りください。何ですかこれは。火色の精霊の結晶です。これには悪しき樹木の妖魔の力を弱め、呪いを打ち破る力があります。呪いを打ち破る。それじゃあこれを石化された人に使えばその呪いが解けたりしないんですか。答えないということは NPC にとって想定されていない質問ということか。クエストの流れだとキズメルの石化を元に戻すパターンもあると思ったんだが、やっぱりこのアイテムは悪しき樹木の妖魔を封印するためのアイテムみたいだな。それを掲げ、ん？呪いをかけられた者の名前を呼ぶことで呪いを解くことができます。できるのか。ということはキズメルを助けられるってことだよね。どうか悪しき樹木の妖魔を封印してください。それが私たち精霊の祈りです。早速こいつを掲げて、キズメル元に戻ってくれ。結晶が消えた。一回しか使えないものだったんだね。あ、キズメル大丈夫。私はよかった。確か私はお前をかばい、そして石になっていたんだ。お前たちが助けてくれたのだな。もともとは俺が助けてもらったんだ。呪いを解くことができてよかったよ。しかし一体どうやって呪いを解くことができたのだ。この祭壇に宿っている森の精霊から呪いを解くための結晶をもらったんだ。だけどキズメルの呪いを解いたところで結晶が消えてしまったから、他の仲間たちを助けるのは。そうか。代わりと言ってはなんだけど、この森がおかしくなった理由は分かったぜ。詳しくは後で話すけど、それが解決できればきっとキズメルの仲間も助かるはずだ。絶対にみんなを助けようね。力を貸してくれるのか。もちろん。ありがとう二人とも。
悪いが、そなたらの名をもう一度聞いてもよいだろうか。キズメル。ぜひ覚えたくてな。教えてくれ。私はアスナ。アスナ。少し難しいな。そうね、ちょっと違うわ。アスナ。アスナ。うん、それで合ってるよ。そなたは？俺は間違いないか？完璧だよ。よろしくな、キズメル。こちらこそ、何度礼を言っても足りない。いろいろ聞きたいこと、話したいことがある。私たちの野営地まで案内しよう。同行してもらえるか？大丈夫だよ。一緒に行こう。では、まじないで野営地に向かおう。着いたぞ。ここだ。はい、ということで中途半端ではあるんですけど、お時間の方がだいぶ押しちゃったのでね、まだまだ続きそうなので、次回ね、ちょっとキリがいいと今思って判断したので、ここから始めたいと思います。が結構今回長かったですね。うん、ということでご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そしてツイッターアカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。